大臣を拝命をいたしました河野太郎でございます広島選出の岸田前大臣の後をしっかりと引き継いで参りたいと思っておりますまたかつて私の父が衆議院議長を務めておりました時に広島で G7 の議長会合をやらせていただきましたその際に被爆者の方々あるいは団体の皆様に多大なるご支援をいただきましたことを改めて御礼を申し上げたいと思います ご要望について少しお答えをさせていただきますまず日朝関係でございますが日朝関係につきましてはこれは引き続き日朝平壌宣言に基づきまして拉致核あるいはミサイルといった問題を包括的に解決に向けて取り組んでまいりたいと思っております北朝鮮の在北朝鮮の被爆者の問題につきましては重要な 人道上の問題だと考えておりますが、えー、現在、北朝鮮との間に外交関係がないといったことから、ご指摘のような形で支援を進めることは、事実上、困難であることをご理解いただきたいと思います。 核兵器禁止条約につきましてもございました。岸田前大臣もさまざまな思いがあったと思います。残念ながらこの条約には 核保有国が1か国も参加しないということになりました。現実的に核廃絶を目指そうという中で、核保有国と非保有国の間が少し分断されてしまった、非保有国の間にもさまざまな意見の違いがあったわけでございます。我が国といたしましまては 現実的かつ実践的にいろいろな取り組みを重ねていかなければならない。特に我々の立場を考えれば、核保有国と非保有国の間の架け橋となっていかなければならないと思っております。岸田前大臣がさままざ お考えになりまして、賢人会議をやろう、核保有国と非保有国の間で橋渡しをするために、どういう取り組みをしたらいいのかということを考える賢人会議というものを速やかに始めてまいりたい、そしてそれに基づいて、我が国のできることを一生懸命取り組んでまいりたいと思います。どううぞよろしししくお願いい申し上げまますありがとうございました 相川軍縮不拡散科学部長から何か補足ございましたらよろしゅございますかはいえ。誠に申し訳ございませんが残り時間がございませんので最後に安倍総理大臣から締めくくりのご挨拶を頂戴したいと存じます総理よろしくお願いいたしますあの本日はまあ大変お安い中こうしてお集まりをいただきましてお話をお伺いをさせていただいたことを改めて厚っ込んで申し上げたいと思います 皆様方の強いご要望等をお伺いをいたしまして広島長崎の悲惨な経験をいずと繰り返させてはならない繰り返してはならないと決意を新たにしたところでございますご要望をいただいた項目につきましては関係大臣からも加藤大臣そして河野大臣また局長からもお話をさせていただいたところでございますが政府の基本的な考え方について私からもお話をさせていただきたいと 思いますまず、核兵器廃絶、非核三原則についてであります。唯一の戦争被爆国である我が国としては、核兵器の参加が再び繰り返されることのないよう、非核三原則を堅持しつつ、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けた国際社会の努力をリードし続けていく。これは私の 不動の信念でありますし日本の確固たる方針であります改めてそのことをお約束お誓い申し上げたいと思います昨年オバマ大統領が現職の米国大統領として初めてここ広島を訪れ被爆の実相に触れ核を保有する国々に対して核兵器のない世界を追求する勇気を持とうと力強い メッセージを発出いたしました。核兵器のない世界に向けて。七十二年前に起こった悲惨な経験を。繰り返させて、させてはならないとの強い決意で。絶え間なく努力を。積み重ねていくことこそが。今を生きる私たちの責任だと考えています。また唯一の。戦争被爆国として。被爆の実相を世代と国境を越えて。伝えて。いくことは。我が国の。 歴史的使命であります核軍縮の進め方をめぐっては、現在、国際社会にさまざまな考え方がありますが、真に核兵器のない世界を実現するためには、核兵器国と非核兵器国双方の参画が必要です。我が国は唯一の戦争をひばくことして、双方に働きかけをしっかりと行っていくことを通じて、 国際社会を主導していく決意であります具体的には河野大臣からも触れましたが、また、2020年に NPT 運用検討会議の、えー、具体的な2020年の NPT 運用検討会議の成功に向けた国際的な機運を高めるべく、非核兵器国の同志国によるグループである軍縮・不拡散・イニシアティブ。 NPDI の活動を主導していくとともに、包括的核実験禁止条約、CTBT の発効促進や、核兵器用核分裂性物質生産禁止条約、FMCT の早期交渉開始に向け、国際社会の先頭に立って、積極的に取り組んでまいります。被爆者等の支援策についてでありますが、 原子爆弾の遠くから72年が経過をいたしまして、被爆者の方々の平均年齢が80歳を超え、高齢化されている中、皆様のご要望を踏まえ、一日も早く認定がなされるよう、迅速な原爆症の認定審査に引き続き取り組むこと、そしてまた放射,性放,射放射線の医学的影響を研究調査してきた 放射線影響研究所の移転の検討が進むよう支援を行うこと、原子爆弾の悲惨な経験を次世代に伝えていくため、被爆建物等の保存を順次進めていくとと,ともに、被爆体験を語り継ぐ取り組みの拡充、国際化を進めていくことなど、支援の一層の充実を図ってまいります。また エネルギー政策、原発についてでありますが、安倍政権は太陽光、風力、地熱などの自然エネルギーの振興に大いに力を入れてまいります。徹底した省エネルギーも合わせ、原発への依存度を可能なかり低減させてまいります。原子力に関わる国際協力については、各不拡散の枠組みを堅持しつつ、世界で最も厳しいレベルの 安全性を追求する我が国として安全神話に陥ってはいけないという福島の教訓を国際社会と共有してまいります福島原発事故への対応についてであります福島県が全県民を対象に行っている健康調査を今後もしっかりと支援するとともに県が二重している方も含め被災者の方々が安心して暮らせるよう生活支援を 引き続き行ってまいります本日は皆様方から短い時間ではございましたが貴重なご意見をいただいたことを重ねて感謝申し上げます核兵器のない世界の実現に向けて取り組むとともに高齢化する被爆者の方々への援護施策をしっかりと進めていくという目指すべき方向については坪井理事長にもご指摘いただいたように この方向性にについいてては皆様と完全に一致をしているわけであります今後とも核廃絶に向けて努力を重ねるとともに、被爆者の方々への援護施策や、原子爆弾の悲惨な経験を次第と国境を越えて伝えていくための取り組み、誠心誠意、進めてまいりますことを。 皆様にお約束を申し上げまして結びの言葉とさせていただきたいと思います本日は誠にありがとうございましたどうもありがとうございました予定の時間となりましたのでこれをもちまして被爆者代表から要望聞く会を閉会とさせていただきます皆様本日は誠にありがとうございました